コツの趣味部屋へようこそ。今回ねご紹介するのはこちら、バン。はい、こちらですね、呪術廻戦フェアっていうのが、呪術廻戦フェアっていう呪術廻戦の領域展開フェア、はい、こちらが今年もやりましてね、はい、そちらで販売されたものをネットで購入しました。はい、その中でもね、私がちょっと欲しかったこちらですね、メタルキーホルダーコレクション第1弾、はい、こちらですね、こちらを購入しました。一応ね、全15種なんで、でランダム封入なので、こちらをね私は10個ほど購入しました。はい、これをね今回は開封していきたいと思います。で一応ね、まあラインナップを見ますとこういう感じでありますね、ラインナップ。はい、こういう感じで結構本当種類があるんで、ちょっと目当てのものを引くのに、まあ、それなりに買わないと出ないだろうなっていうことで一応10個買ったんですけれども、まあ、狙いとしてはね、もちろん五条先生が一番の狙いで、その2位はねほぼ同率ですね。乙骨とナナミンと犬巻、そこぐらいかな。ちょっとゲットがね、ちょっとこれ脳みそ飛び出そうとしてる場面だからあんま好きじゃないんですよね。はい。という狙いでね、はい、今回は開封していきたいと思います。はい。では、一つ目。せーの。あ、こういうので、オブラートに包んでますね。はい。あ、これもあれか。テープで挟まってんのか。はい。テープを切りました。では、いきます。1個目。せーの。あー、超素か。1つ目は超素でした。はい。いや、でも、これは、あ、これいいね。ちゃんとこういうフィルムに入ってるんで、このまま飾れますね。ちょっとね、生で入ってたらどうしようかなと思ってたんですよね。うん。あ、これはいいね。こういうのに入って入れてくれていると助かりますね。で、裏にもちゃんとね、こうやって、うん、絵柄が入ってますね。超素。うん、原作絵。これはいいね。ああ、これはぜひとも、五条先生欲しい。はい、では2つ目いきます。せーの、パンダ。まあ絶対パンダ出るな。パンダのゴリラモードですね。はい、あ、裏は可愛いな。裏可愛いんだけどなパンダ。うわー、やっぱ出るか。はい、3つ目。いやー、早めに五条先生来てくれるとね、ほんと安心するんですけれどね。はい、ではいきます。せーの、はいいや別に嫌いではないんですよ。はい、嫌いではないんですけれども、とうとうね、嫌いではないんだけれどね、いや、パンダ堂々と来ちゃったな。いやー、はい、では4個目いきます。せーの、あ、来た、乙骨来た。乙骨は欲しかったからよかった。はい、乙骨、ユータ乙骨、いいですね。はい、三好来ました。はい、では行きます。折り返し5個目。
せーの、善意ですね。善意直哉。いや、善意直哉もいいんですけれどもね。はい。かっこいいんだけどね。いいね。でもなんだかんだいいね。はい。では6個目。せーの。わあ、釘先のバラ。はい。釘先。7個目いきます。せーの。うわ、マジか。ダブるか、ここで。うわ、ここでダブっちゃった。マジか。うわ、最悪。はい、では8枚目じゃない、8個目いきます。せーの。あ、来たー、犬巻トゲ来たー。同率2位の推し、犬巻。犬巻峠。よし。では、9個目いきます。いや、このまま五条先生来ないんちゃうかな。はい。せーの。あ、両面少な。ああ、でも両面少なもいいな。両面少ないね。イラストかっこいいな。はい。いや、これありだわ。はい、イラスト10個目。いや、まさか10個買って、五条先生来ねえとか、すっげえ運ない気がすんだけど。はい。いきます、最後の1個。せーの。うわ、ダブった。ダブったぜ、全員直哉。マジかよ。うわー、10個買って五条先生来ず。いや、最悪やわ。はい、という感じでね、全10個開封しましたが、ダブリが2つ、はい、釘崎と善意直哉、はい、こちらがダブって、結局一押しの五条先生が出ないのが一番辛いな。いやー、10個種あって10個買ったのにな。ついてないな。まあでもね、乙骨や犬巻が出てくれたんで、まあ、イーブンとしておきましょう。はい。ということでね、今回はね、呪術廻戦の領域展開フェアのね、ネットで購入しましたメタルキーホルダーコレクション第1弾ということでね、こちらを購入させていただきました。まあ皆さんもね、まだね、販売してはいますのでね、ご購入してみてはいかがでしょうか。はい。はい。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。